サンダスキーはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はオハイオ州サンダスキーにちなむ。サンダスキーは海人委任契約のもと1943年7月8日にウィスコンシン州ミルウォーキーのフローミングブラザーズ社で寄港した。当初は PG-162 として認可されたが、1943年4月15日に、 pf-54 に艦首変更され、1943年10月5日にメーベルエーペルによって命名。バミューダでの成長及びペンシルベニア州フィラデルフィアでのオーバーホール後、サンダスキーは1944年8月18日に太平洋に向けて出港。ニューヨークからニューギニアのフィンシュハーフェン及びホーランディアまで戦護衛を行った。 護衛任務は10月2日に完了し、サンダスキーは、モロタイ島に移動、同月の残りを対戦紹介任務に費やした。1944年11月から1945年2月まで、フィリピン振興部隊支援のための船団を、ホーランディアトレーテ島間で護衛し、リンガエワンでの護衛任務後1945年3月8日に、レーテ島を出港、ワシントン州シアトルに向かった。 オーバーホールの後アラスカに向けて出航6月15日にコールドベイに到着したサンダスキーは1945年7月12日に退役しレンドリースポーに基づきソ連海軍に対応されたソ連では護衛艦を意味する EK の略号を付与され EK-7 の名で7月23日に太平洋艦隊に編入されたソ連海軍では 8月12日に行われた勇気、上陸作戦に参加した。ソ連海軍での活動後、1949年10月15日に横須賀でアメリカ海軍に返還され、同地で保管された。1953年2月26日、日米船舶対応協定に基づき、第2回対応艦として警備隊に対応され、逃げとして収益し、第2戦隊に編入された。 同年4月1日、第1戦隊軍が新編され、第2戦隊は同軍に編入された。1955年12月1日、大港地方隊に編入。1957年9月1日、看板号が PF-287 に変更された。1961年12月1日にアメリカ海軍から除籍 1962年8月28日付で、太陽から教養へと変更された。1969年3月31日、補完線に区分変更され、舞鶴教育隊の実習館として使用されたが、1976年3月31日に除籍された。除籍後も舞鶴に係留されていたが、 実感標的として使用されることとなり1977年8月19日、舞鶴沖へ栄光され、撃沈された。サンダスキーは、第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。